富良野市内のスキー場です。カラフルなウェアが白銀の世界に映えます。新型コロナの感染拡大が落ち着き、さらに円安も重なったことで観光客が押し寄せました。 Beautiful. Amazing that it's March and we still have snow and the beautiful countryside and mountains. I love Furano. 実は富良野市が全国で一番地価が上がった場所なんです。今日発表された土地取引の目安となる公示地価で住宅地として全国1位の上昇率となったのが富良野市北の峰町でした。外国人観光客の増加により別荘需要などが高まったといいます。インバウンドといえば今や国際的なリゾート地となったニセコエリアが有名です。なぜ富良野に外国人が来るようになったのでしょうか。ニセコとかグッチャンに比べると、相対的に割安感があるということでですね、観光需要が回復してですね、上昇率が大きくなったと思います。ニセコもいいけど、富良野もいいねっていうふうに良さが外国人観光客とかにもですね、バレちゃったっていうかですね。一方の商業地で道内の地価上昇率1位から3位を独占したのが千歳市です。千歳は住宅地でも高い地価の上昇を記録しました。理由はもちろん最先端半導体の製造を目指すラピダスです。2025年4月までに試作ラインを稼働させ、27年に量産を開始する見通しです。それに伴い新たに家や店も必要となり、土地の値上がりにつながりました。札幌市内で高い地価上昇率となったのがこちらのエリアです。札幌市東区北八条東1丁目の地価上昇率は 23% で全国で10位です。 JR 札幌駅北口の東側エリアはアクセスの良さに加え、予定される新幹線の新駅からほど近く再開発も進んでいます。札幌駅に近いっていうのもありますし、ホテルとか新しい施設とか立ってきてるので、駅地下にしては結構住みやすいと思います。創生川を挟んで西側でも再開発が進んでいます。北八条西1丁目にオープンするのが、こちらが劇場になります。5月に開業する北八劇場です。観客席は最大226席で、演劇や落語、コンサートなどが上映されます。敷居額を低く、誰でもフラッとして楽しいものがこう見れる、そういう空間でありたいかなというふうに思っています。観光客でにぎわう富良野に、ラピダスに湧く千歳、そして札幌で進む再開発、地価を詳しく見ていくと世の中の動きが見えてきました。